会議の結果、ふりかけに決定しました。イエイ。開発していきますか。豪快にレモンピール、お、どんな味なんだろう。お、ニンニク、食欲がね増すもんね。コーヒー、あ、できた、できた、出来上がり。次は、お、え、ナッツ、コーンフレーク、それおせんべいだけど。そしてこれ、全部入れちゃう、全部入れちゃう。できた、完成。さあ、次は栄養を気にしてくれてるの。へえ、かわいいね、色が。ふりかけにね、やっぱり必要だよね、ごまね。菜の花？おー、さらにさらに。しそね。ではね、今回ね、ご協力いただいた双葉さんにも来ていただきます。よろしくお願いします。お願いします。早速、まずはこれから、あれね、お、どうしました、どうしました、どうしました。アウト、アウト、アウト。ニンニク強烈。正直に正直に正直に評価は、ドン、デデン、え、どうしようか。旨味を乗っけるような食材を使おうか。じゃあ次ね。はい、いきますよ。お、美味しいよ。美味しい、いただきました。じゃじゃん。あれ、美味しいっておっしゃってたんですけど、これはふりかけでご飯にかけて食べようと思ったら、ちょっと何があるかなってところで50点をつけられてもらいました。最後、これこそね、そろそろ100点もらおう。発表です。じゃじゃん、でで、おお、高得点、90点です。お客さんがこうちょっと過大評価をされた感じがあるといけないので、ちょっと抑えてもらいました。なるほど、これはあえてということで、あえて90点。僕の中では100点でもよかったですね。おお、ということはかなりの高得点で大成功じゃない。はい、じゃあこれを元に美味しい100点のふりかけを作るように頑張りますんで、よろしくお願いします。